HH 系統の路線度後ニューヨーク市地下鉄。HH 系統は1930年代に存在したニューヨーク市地下鉄の運行系統である。ニューヨーク市内の地下鉄網が市営に一元化される以前のインディペンデントサブウェイシステムの路線で最後に設けられたものでブルックリン区内の IND フルトンストリート線を運行していた。当初はダウンタウンブルックリンの支線にある コートストリート駅からクイーンズ区境近くにあるユークリッドアベニュー駅までの各駅停車系統となる予定であり、福々線区間での急行運転は J ストリート、ボローホール駅及びマンハッタン方面からの列車で行う予定であった。1936年4月9日にフルトンストリート線が開業すると全列車がマンハッタンまで運行され、HH 系統は コートストリート駅ホイトスカーマーホーンストリーツ駅間を途中停車なしで結ぶシャトル運行となった。HHK 等は平日と土曜日の7時から19時まで運行され、ホイトスカーマーホーンストリーツ駅では一番外側の線路、ホームに停車し、フルトンストリート線とクロスタウン線に乗り換えることができた。HHK 等の停車駅はわずか3ブロックしか離れておらず、 利用者数の低迷から1946年6月1日をもって廃止された。その後、ホイトスカーマーホーンストリート駅の一番外側の線路とホームは営業運転では全く使われていない。コートストリート駅は現在ではニューヨーク交通博物館になっているが、IND フルトンストリート線の線路は今でもコートストリート駅までつながっており、 保存車両の展示走行などの際に使用されている。ありがとうございます。